皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター学校の滝沢でございます。どうも皆さん、こんばんは。滝沢勝成でございます。おいやーすつって、元気してるかいつって、突然ですけれども、私、滝沢勝成、2017年の9月28日木曜日に、滝沢の夜ボリューム6という、滝沢勝成のソロライブをやることが決定いたしました。わーわー Thank you!そんな感じのお知らせ動画でございます。滝沢の夜とは、滝沢の夜とは一体どういう夜なのか、かいつまんでご説明をさせていただきましょう。どんな夜かと言いますと、まあ、滝沢がすごいこう好きな料理というか、好きなご飯が出てきて、こう滝沢がよく楽しんでいるようなお酒とか飲み物とかが出てきて、で滝沢がこう好きにもう自由気ままにギターを弾きつつ、もうね、もうありとあらゆることをですね、もう喋りくりまくるという、バリバリ喋りくりまくって、もう滝沢勝成が嫌いな人がそこの空間にいたら、もうね、もう発狂してトラウマになってしまうような、もうそれぐらい、もう 100% どころではない、もう 120%、150% ぐらいの、もう滝沢尽くしな夜になっております。まあ、でもそこがあえて、その滝沢勝成が好きな人がこの空間に迷い込んでしまったら、さあどうなるのか、それは君の目で真実を確かめてくれって、そういう話になるんですけれども、まあそんな感じのイベントでございます。でもまあ一般的なライブイベントを想定していただく、ちょっと経路が違うんで、そこだけ要注意でございます。神奈川県相模原市に橋本っていう駅があるんですけれども、橋本駅からそうですね、歩いてまあ2分、3分とかですかね、まあ結構駅前です。結構駅前に、月夜の心っていう和食系の居酒屋さんがあるんですよ。月夜の心。で、そこの居酒屋さんを貸し切りにして、僕がステージを作って機材を持ち込んで、限定30名様の小さな、ライブになります。ちょっとディナーショーに近いような経路ですかね。普通に全部のチケットにコース料理がついているので、僕がいつも食べているようなすごい美味しい料理、そこの月夜の心という居酒屋さん、僕すげえよく行くんですけども、月夜の心の好きな料理がわーっと出てきて、で、なおかつね、そのジュースとかお酒とか楽しんでいただきつつ、こう座ってゆったり美味しいものを食べながら楽しみながら、このゆったり音楽を聴くというような感じの、そういうスタイルの、ライブになります。もちろん、お酒は NG ですけれども、未成年の方も十分ご参加いただきますので、よろしければご検討くださいませ。ということでございます。まあなかなかね、あんなライブはなかなかねえよって感じですよ。で、まあね、前回、その5月、6月ぐらいに、その滝沢の夜、ボリューム5のお知らせもさせていただいたんですが、その時に僕がね、今年もソロライブやらないかもしれないなってことを言ってたんですよ。でも、すいません、普通ナチュラルに、やることになりました。9月28日、よかったら遊びに来てくださいませ。なんでかっていうと、前回のその5回目がめちゃめちゃ好評だったっていうのと、単純にめちゃめちゃ楽しかったっていう感じだったので、単純に、調子に見えましたね。調子に乗ってます。調子に乗っております。でも、それよりも何よりも、2017年の9月28日、僕これ、実は誕生日なんですよ。私、何気に34歳に、なるのです。34歳の9月28日の誕生日に、まあ、ライブをやろうじゃないかという感じで企画をしてみました。結構このアフタービートギターチャンネルって、その長い期間見てくれてる人が多いと思うんですよ。なんかこう気がついたら3年、4年、5年、6年ずっと竹谷さんの動画見てますよっていう方結構多いかと思います。で、その方にとってはね、すごい懐かしいな、その時もあったなと思うんですけれども、4年前僕が30になる時に、なんかこう、新年の挨拶動画からスタートしてね、僕今年30になるってイベントがあるんですけど、これなんかできるだけ避けたいんですよね、とか言ってたりとか、で、実際にね、9月28日、その30歳になった時にその挨拶動画をこう投稿したりとかしてね、なんか意外とこう、ブーッつってこうね、30歳になりましたね、なんて、ドゥーッつってこうなりましたね、なんていう話をしてたんですが、懐かしいですよね。僕もすげえそれ懐かしいなっていう感じです。気がつけば、あれから、4年経ちまして、僕も34に、なり、てしまう、なる予定になってしまうくらいことが、なんかこう、もう順調な感情でございますよ、ほんまにね。もうどういうことだって感じですけども、相変わらずトホホって感じですけども。まあそんな感じでちょっとね、プレミアムってわけではないんですが、ちょっとね、名義とかもあったりとか、名目もあったりとかするようなライブなので、ぜひ遊びに来ていただければという感じでございます。チケットとかの詳細はこちら、滝沢6、滝沢6。で、Google、Yahoo 検索をしていただくと、僕のブログにたどり着くと思いますので、そちらをご確認くださいませ。で、チケットは全国の、セブンイレブン、もしくはピアとかでお申し込みいただけますので、ちょっと遠方からね、考えている方もですね、とりあえずチケットだけゲットしてみようかなっていう方も、全然 OK かと思います。はい。
んな感じのお知らせ動画でございます。まあ、もし何かわからないこととかありましたら、Twitter とかもしくはホームページの方からぜひお問い合わせをしてみてくださいませ。公式 LINE とかもやっておりますので、LINE からでも全然 OK でございます。皆様からのご参加、とても楽しみにしておりますので、ぜひ遊びに来てくださいませということです。あと、みっこ。ちょっと、この滝沢の夜のまた面白いところとして、一応、6時半オープンの7時スタートとなっているんですけれども、8時半に一応予定としては終演終わりな感じでございます。でも、その8時半で終わった後もまたちょっとね、面白かったりとかするので、その日も楽しみにしていただければと。どんなことが行われるかっていうと、本当もうね、もうフリーダムです。とてもフリーダム。すごいフリーダム。まあ、その、滝沢コミュニティっていうんですかね、そのよくそのライブとかに来てくださる方々がそのなんか一緒にこういう話をしたりとか、お酒飲んだりとかしたりすることもありますし、で、僕がそのライブ終わった後、普通にもうボンとギターを置いとくので、もう好きに弾いていいよみたいな感じに、なってるんですよ、毎回毎回。で、それでみんなでその、ね、そのギターを弾いたりとか、なんかギタートークとかしてもらってもいいですし、なんかそんな感じでこう、謎の交流が広がったりとかするようなイベントなので、そういったところも楽しんでいただければなって感じですね。もし、ちょっとチケットをゲットして、これから滝沢の夜参加するぜ。でも、今回友達誘ったけれども、なんかうまくね、予定がつかなくて、俺一人なんだよな、ちょっと不安だなっていう方、もしいらっしゃいましたら、ぜひツイッターを活用してみてくださいませ。ツイッター。ツイッターの方から、その、なんて言うんでしょう。ツイッター、アカウントとか作っていただいて、まあ、持ってれば別にいいんですけれども、そこから僕のアカウントをフォローしていただいて、ちょこちょこ僕の投稿にリプライというか、その返信をしてみてくださいませ。僕が返すときもあれば、なんか返せないときもあったりとかって感じなんですけれども、意外とね、そのね、みんなね、すげえ見てるんですよ。で、その、僕がこの書いた投稿をそのみんながすごいこう見てるんで、どなたかがそのね、わーっとこう投稿したりとか、そのリプライとか返したりとかすると、結構ね、その滝沢ファンの人たちの目に留まるんですよ。で、その時に、ライブの時とかね、どうも初めましてからスタートして、ツイッターでこういうアイコンです、こういうアカウント名でやってますみたいな感じだったりとかすると、すごいこう、ああ、なるほど、あなたねみたいな感じで、すげえ一気につながるというか、一気に仲良くなるような感じがあるので、もしよかったらその辺のツイッターとかも、利用していただければ、また面白いかなという感じでございます。なんか滝沢は、なんかツイッターつながりがすごく多いような感じでございます。よかったらそういった SNS も活用してみてくださいませ。はい、そんな感じ。まあ、ちょっと長くなりましたけれども、平たく言うと、2017年9月28日木曜日、ちょっと平日になってしまうんですけれども、すみません。滝沢の夜、ボリューム6という滝沢勝彩のソロライブをやりようと。で、僕はこの日に34歳の誕生日を迎えるので、よかったら俺を祝ってくれという、そういうお願いでございました。もし、詳しいことを知りたいということがありましたら、TAKIJAWA6、滝沢6で、検索をしていただけますと、ブログとかにたどり着きますので、そちらからチェックしていただければという感じです。はい、以上でございます。何かとよろしくお願いいたします。皆様とお会いできることを楽しみにしております。じゃあね、バッハハイチが動画でお会いいたしましょう。